超簡単ズボラ料理発見。今回は書道アニメバラカモンで登場してきたキュウリのミサヤを作っていきます。用意する食材はキュウリ、砂糖、味噌です。まずはじめにキュウリを切っていきます。切り終えたら次はボウルに砂糖、味噌、キュウリを入れてかき混ぜます。かき混ぜたらご飯にのせて完成です。はい、完成しました。キュウリの味噌和えです。いただきます。皆さんも作ってみそうなんつって、あははは。